Hey YouTube、こんにちは。サミです。この前日曜日に私がビデオで言った通り、代々木公園で花見パーティーがありました。それですごく楽しかったです。しかし私が自分の飲める量よりずっと飲んで潰れちゃったんです。それはちょっとやばいです。本当にどうやって家まで行けたか、本当に帰れたけど、でも覚えてない、あまり記憶が。だからそれ本当本当やばいから、今のビデオでちょっと言っておきたいんですけど、これからパーティー行くとき、私の旦那さんか、なんか親友、家族、介護してくれる人がいない限り、私はパーティーでも飲まないです。はい、一切飲まないです。はい、誓います。誓います。はい。わかんない。でも、はい、本当にこれから気をつけなければいけないです。うん、まあでも、パーティーは楽しかったです。覚えてるところまでは楽しかったです。私はまあ酔っ払わなくても、ずっと踊りとか踊ってて。勝手に。で、なんか他の周りの人がすごい面白そうにしてたから、それが良かったなと思って。あと、ラーメンもあったし、KFC もあったし、お酒いっぱいあったし、私も、ボッカジェリーとか、いちごボッカとか、なんか持ってきたし、でもそれ、本当は、行方不明になったけど、でもわかんない。それでチンドウ物語も持ってきて、チンドウ物語という焼酎らしいんですけど、でもただそのタイトルがいいから、ご存知ですか、天童よしみのチンドウ物語という歌ですけど、こちらチンドウからあちら戻りまで、海の神様、カンサハンニラ。はい、そういう歌なんですけど、それで、私が結構お酒が入ってからだと思うけど、チンドウ物語を持って、それで、YouTube と関係ない人の、なんていうの、レーザーシートに突入して、で、血の物語、いろんな人にあげてたけど、でも、これ、歌とセットになってますよって言って、そして、何回も演歌歌ってて、で、結構面白かった。なんか周りが受けてて。そう。それが面白かった。ビデオ撮らなくて残念だった。今度、なんか、またやって、またビデオ撮ろう。日曜日にしようかな。と思う。で、うん。あとはですね。あと、演歌以外に、なんか、珍島物語みたいに、以外に演歌とか歌って、なんか、みんなすっごい面白そうにやってたから、なんか、どんなアーティストが好きとかって、なんか、氷川きよしとか、氷川きよし歌って、でも、歌詞いまいち覚えてないから、ならなって歌ったり。あと、なんかすごい面白い、なんか男性の人がいた。それで、なんか漫才みたいになっちゃった。いきなり。なんか、やりとりがうまくいってて、なんかすごい漫才みたいな感じだった。だから、まあ、私が花見で酔っ払って、
演歌を歌って漫才をやりましたということです。はい。で、まあ、今度またみんな会えるといいね。で、まあ、日本語を喋れる人ばかりじゃないんだから、ちょっと英語でいきます。Hey, you guys from YouTube that I met at the YouTube Hanami. You guys are awesome. Yeah, you guys are awesome. Yeah, I love the beer and the KFC and the swag and the janken pon, which Tokyo Kuni doesn't even know how to do it right. It's saisho gu, janken hoi, and then you, whatever. Anyway, yeah, everyone was, it was great to see familiar faces again, like Tokyo Sam, guy with the same name, Tokyo Kuni, and I'm sure there were some others. I'm sorry. There was Ronan Dave. I know I've seen Ronan Dave before. But, you know, there were some people that didn't come. I was hoping maybe to see Victor again, but whatever. But yeah, it was a lot of fun. And I wish Hanami could come like every month. But I'm sure we can find some other excuses together, like this Sunday. Yeah, I'm looking forward to that one too. So, I think I've gone on long enough. And I just want to pose a question. How did I get home on Sunday? Because I seriously don't know. Guys, does anyone know? Did anyone see me on the train? Nah. Okay. Whatever. Whatever. I'm fine. I'm okay. So, yeah. See you next time. また後で。バイバイ。